どうもこんにちは、溝井剛です。皆さん iPhone を、ね、購入したら次はケース選びですよね。ということでね、私新しいケース購入したのでレビューしていきたいなと思います。で今回ね、私がね購入したのがこちら、ケースフィニットっていうところから出ているフロストエアっていうね、めちゃくちゃ薄いケースになります。まあ、なんかねほぼ裸で運用できるみたいなね、感じで書いてたんですけれども、まあ、今回はねそういったケースを選んでみました。僕ね、もともとはこの UAG っていうね、アメリカかどっかのなんかすごいね対衝撃性能がね強いケースをね使ってたんですけれども、まあ、今年はね、まあ、このほぼ純正でね、純正のような使い心地でね運用したいってことでこちらのねケースを選んでいました。もともと画面サイズもちっちゃいねプロを購入したんで、こっちねマックスですね。なので、画面サイズも一回り小さくなって、さらにねケースもめちゃくちゃ薄いのをね買ったので、よりね小さく感じてるのがねめちゃくちゃいいかなと思っています。まあ、ただちょっと不安な点がね、これこのね UAG ってね、もうめちゃくちゃね、なんていうんだろう、強いケースだったから、もう雑にね扱ってもうね1年に何十回と落としてきてるんだけど、それでもね全く壊れる気配はありませんでした。だからそのね対衝撃性能だけちょっと不安だけども、まあ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 見た目的にねこっち結構好きだから、今回はねこういった感じで運用していこうかなと思います。もしかしたらね、あの対衝撃性能が欲しくてね、UAG のケースに戻るかもしれないんですけれども、今のところこっちで使っていこうかなと思っています。はい。あ、そしてですね、私つよしウェブというねブログでガジェットレビューもやっておりますので、ぜひねブログの方もチェックしてみてください。で今回ね、私が iPhone 13 Pro 用にね買ったケースがこちらですね。先ほども言った通り、ケースフィニットってところから出されているザ・フロストエア。公式ホームページを見るともうほぼ裸っていうのね、ことが書かれてますけども、本当にね薄いケースですね。だから本当にそのなんだろうな、ケースをつけたくないけれどもなんだろうな、傷ね防ぎたいって人いるじゃないですか。まあそういった人にはめちゃくちゃねぴったりなねケースかなと思いました。そして私がね感じたメリットですけれども、まずね薄くて軽いっていう点ですね。ケースをつけてないみたいで、2つ目フィット感が良くて iPhone のね利用に支障がないという点で、3つ目サラサラして指紋がつかないね質感であることという点ですね。で4つ目が価格が安い。で5つ目がマグセーフね対応品ではないんですけれども、普通に使えちゃうという点ですね。はい。具体的にね1つずつ解説していきますと、ちょっとすいませんレンズ汚かったんで復活していきます。でまずね薄くて軽いっていう点ですね。でこれね実際に外してみると、外れた、こんな感じね、こんな感じのケース、わかるかな、これめちゃくちゃ薄いでしょ。これしかも透けてるしね、まあ、よく言えば薄いんだけど、もうペラペラなんつのプラスチックみたいな感じですかね。こんな感じね。ただね意外にね丈夫なんだよね。薄いんだけど、丈夫なプラスチックっていうのかな。まあそんな感じですね。だから iPhone の純正のね使用感をね損ないたくないみたいなね人いるじゃないですか。そういった人にはめちゃくちゃいいケースなんじゃないかなと勝手に思いました。でここカメラのね出っ張りとかもちゃんと保護できるようなね、段差ありますので、まあ、そのあたりもねいいんじゃないかなと思います。僕もねこの魅力、軽くて、薄いっていうところに惹かれてこれ購入したんですけど、まあこれはいいよね。純正のように使えるのはやっぱいいなと思いました。ただなんかこれぶっ壊れそうだよね、薄いから。特にこことかさ、ここわかる、このボタンあるとここ、多分こことかなんかすぐいっちゃいそうだよね、いっちゃいそうだよね。あとここね電源、だからつけるときもなんか注意した方がいいんじゃないかなと思います。俺雑だからねすぐ壊しちゃいそうな気がするけど、こんな感じでめちゃくちゃ薄くてね、ほんと純正の持ち心地と全然変わんない。だけどさ、純正ってこの角がさ角張ってるじゃん、これフラットデザインだからね今ね。だけどこのケースつけるとちょっとねここの角が丸み帯びるんだよね。だからね持った感触は多少良くなる、そこはね結構いい点なんじゃないかなと僕思いました。で2つ目がねフィット感が良いという点ですね。さっき言った通り
めちゃくちゃフィット感はいいです、この iPhone とね、ケースで。まあ今、そのなんだ、フィット感悪いケースなんて多分売ってないんだろうけどね、うん、当たり前のようにフィットしてるっていった感じです。あとね、 iPhone の支障ですね、こういったボタンとか電源ボタンがね、そういったのには支障はないですね。これ音量ボタンですね、音量ボタンで、ここマナーボードの切り替えですね。むずいな、マナーボードの切り替え、うん、このあたりも全然問題なしで、下、ライトニング、あとマイクとスピーカーかですね、ちゃんと切り抜かれてるって感じですね、うん、これかなり精度いいよね。ね、かなり出来はいいんじゃないかなと思いますね。はい、これ電源ボタンね、こんな感じ、全然、うん、支障はない感じで、ね、ただね、あとちょっと待って、裏カメラ、カメラ部分も、ごめん、ほこりがついてた、カメラ部分もこんな感じでね、出っ張り一応保護されてるっていった感じ。 あとね、僕これカメラの上にね、なんつうの、保護レンズみたいのつけてるんだけど、それをつけてもギリはみ出さない感じかな。わかるかな、わかんないが、ギリギリもうジャストぐらいかな、ちょっと出てんのかな、うん、保護レンズつけても出っ張ってないかな、うん、っていう感じですね。で、ここのね、ボタンがね、ちょっとフラットになっちゃうんですよ、ケースをつけたら。ここがね、だからボタンの位置がね、分かんなくなる、ここ。まあ、それはね、すっきりしてていいっていうメリットにもなるんだけど、おそらくなんだろうな、僕は最終的にそのボタンの位置が分かんなくなって、特にこの音量のね、上げると下げるをよく間違ってました。例えばさ、普通のケース、一般的なケースであれば、これね、ここのボタンが、これ電源ボタンなんだけど、これボコッとしてるじゃん、だからボコッとしてる分わかんだよね、すぐね。あと音量もね、音量ボタンもこれ普通ここボコってなってることが一般的かなと思うんですけど、このフロストエアっていうケースはボコってこれね、なってなくて、これフラットなんだよね、ここがね、うん、だからそこがちょっとね、うん、好み分かれるかなと思います。まあ慣れると思うんだけど、僕は今のところね、この音量ボタンの上げる下げるが出っ張ってないから、一回押してみて、うわ、これ上げるだった、下げるだったみたいなね、間違うことが何度かありました。まあそれぐらいかな。はい、3つ目で、ね、3つ目はサラサラしてて、指紋がつかないという点です。裏面ね、裏面、ここがね、非常にね、サラサラでね、いい感じです。で、僕実はね、この UAG の、iPhone 13 Pro 用のね、ケース買ったんですよ、クリアで。以前はこの G-SHOCK みたいなやつ使ってたんだけど、今回はこのね、クリアになってて、なんかバンパーみたいなね、デザインで、マグセーフ対応だからね、買ったんですけど、これ、透明なんだよね。透明なんだけど、これわかるかな、映像で。これ指紋がね、めっちゃ目立つの、この透明のところだからね、ちょっとね、嫌だなと思ってこっちにしたんだけど、うん、そういった指紋がね、ベタベタ目立つってこともないから、このケースはね、そういった意味ではね、いいかなと思います。いちいち掃除する手間とかもなくなるよね、うん、で、これ今多分映像上ではアップルのマークがさ、ちょっと透けて見えると思うんだけど、普段使ってる分にはね、何も透けて見えない、うん、ライト当てたら透けるのかな、うん、まあそんな感じでね、うん、で、そんな質感がサラサラして、指紋が目立たないっていうのは非常にね、いいかなと思います。はい、4つ目はね、値段が安いという点ですね。で、これね、公式ホームページと Amazon でね、購入することができるんですけど、公式ホームページの方が安いですね、公式オンラインストアの方が。で、公式ストアだと2749円、13プロ用で2749円、13もミニもプロマックスも同じだね、うん、2749円で購入することができるといった感じですね。これはね、めちゃくちゃ安いよね、うん、で、僕が買ったさ、このさっきね、紹介したこれ UAG の13プロ用のね、ケース、これ5500円ぐらいしたのかな、
倍の値段だよね。倍の値段、まあ、もちろんさマグセーフ対応してるとか、あの強度がめちゃくちゃ強いとかさ、まあ、そういったのはあるけど、そういったケースと比べると半額程度でね購入できるので、そういった点ではねめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。価格が安い、これもね一つのメリットかなと思います。で5つ目はマグセーフね対応品じゃないんだけど普通にね使えちゃうという点ですね。でマグセーフね、これでこのケース自体はマグセーフ対応っていうふうに謳われてないんだけど普通にね使えちゃう。うん、結構ね磁力も問題ないんじゃないのと思うぐらいくっつくね普通に。まあケースがめちゃくちゃ薄いから全く問題ないんじゃないかなっていうレベルだね。ただ、まあ、こういった対応品と比べると、あ、違いはね分かるんだけど、まあ、このねケースはまあ問題ないレベルだね。うん、こういう風につけたまま操作もしても外れる気配はないし、ましてや このね置いた状態だったら別にね、外れる心配もする必要ないから、その意味でマグセーフ使いたい人にとっても別にね問題ない、程度かなと思います。はい、続いてね悪い点ね。で悪い点は2つですね。まずね対衝撃性能が皆無という点ですね。で2つ目が高級感はないという点です。まず1つ目が対衝撃性能は皆無という点ですね。まあさっきもね見た通りこのケースねもうめちゃくちゃ薄いんで、まあそれはねいい点でもあるんだけど、対衝撃性能はまあほんとねないかなと思います。正直さ落としてないから分かんないんだけど、多分もうダメージは直でいくよね。だけどこういったケースやっぱりさ何を求めるかだよね。うん、ケースをつけたくないっていう考えちゃうとやっぱりその対衝撃性能は犠牲にせざるを得ないし、やっぱりこういったケースをつけちゃうと一回りぐらいねやっぱでかくなるから、それが嫌だっていう人もいるだろうしね。まあ、ただ僕はねこの UAG のケース、これあの対衝撃性能がめちゃくちゃ強いんだけど、10S 3年使ったんだけど一度も壊れたことはないですし、今でも全然この 10S MAX はもう現役で使えるレベルの状態で生き残ってますね。3年使ってもこのケースのおかげかなと思うんですよね。階段からもね落としたことあるし、まあ、外でもね普通に落としてる。本当にこのね UAG のケースの対衝撃性能についてはめちゃくちゃね僕ね信頼を置いてるんですよね。僕これ 10S MAX の時も UAG だし、その前の機種の時でもね、この同じメーカーのケースをつけてたんですけども、僕はねこのなんか G-SHOCK が好きだからさ、こういうデザイン好きなんだよね。うん、なんかこういった武骨なさ男らしいというか、うん、こんなんねこういうの好きなんだよね。これはちょっと裏の指紋がねさすがに気になったから使えないなと思っちゃったんだけど、まあ、そういった対衝撃性能のケースと比べるとこのねフロストエアケースフィニットのねフロストエアは弱いからね、そこはどうだろうね。もしかしたら対衝撃性能なくて断念するかもしんないけど、今のところはね、結構気に入ってます。はい、で2つ目はね高級感はないという点ですね。で当たり前なんだけどレザーケースとかと比べちゃうとねやっぱり高級感はないかなと個人的には思います。ただね個人的には見た目ねめちゃくちゃかっこいいと思うんだよね。どう？悪くはないよね。うん、ただ見た目はねかっこいいんだけど、そういったレザーケースのような高級感はないっていうところは、まあ、デメリットなんじゃないかなと思います。レザー用品とかさ好きな人とか、うん、やっぱそういう人には向かないんじゃないかな。はい、というのが私がね実際にケースフィニットを使ってみてね感じたメリットデメリットですね。うん、でやっぱりもうこのケース純正のね持ち心地というか、ほぼケースをつけてないみたいな感じっていうところと、あと見た目がシンプルっていうところと、この指紋がつかない、まあ、ここはねめちゃくちゃいいなーっていうふうに個人的には感じてます。だからねケースつけたくない人だけどちょっと小傷とかね、そういったのだけでも防げればいいっていう人でやればめちゃくちゃねぴったりなケースなんじゃないかなと思います。しかも安いしね。というのがね今回ね僕が使い始めたケースフィニットのフロストエアというケースでした。もしね気になる方はねぜひチェックしてみてください。はい、そして冒頭でもねお話しさせていただいた通り、私はつよし部というブログでガジェットレビューもやっておりますので、ぜひねテキストでね詳しく知りたいという方はブログもねチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしねこちらの動画良いと感じましたらグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
またこちらのね動画に関するご意見感想などありましたらね、ぜひコメント欄から教えてください。さらに私は Twitter、Instagram もやっております。 SNS もねぜひお気軽にフォローください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。